ベセミル。鎮痛用の薬草だな。分かっている、経験はある。エスケル、血管を切開して管を差し込んで、ゲラルト、供給装置に冷薬の小瓶を設置して。いいぞ。弁を開いて、順番はどうでもいいわ。鎮痛剤は効いてなければ、苦痛によるショックでもう死んでるはずだ。じゃあ全て順調か。いや、だが想定の範囲内だ。次の霊薬を投与して。じゃあなぜダイを残してた。ゲラルト、次の霊薬を。おいしい、ケイフィン。次は霊薬の効き目が出るのを待つ。一日かそれ以上かかるかもしれない。確かに待つだけ。でも安定化させる呪文を続けなきゃ。ウーマの体は若きウィッチャー志願者よりずっと回復力が弱い。そうしなければ彼は。エスケル、悪いけどお願い。手ぬぐいだな。待ってろ。する羽目になるとは。床掃除のことか。いや、試練のことだ。もし中身がシリなら、このいびつで感情のない化け物から自力で出てこれるはずじゃないか。イエネファーを信じる。彼女に抜かりはない。ああ、だが彼女の目的は何だ。うまくいく可能性がどれくらいあるか聞いたか。床はこの上なく綺麗になったけど、できれば私も拭いてもらいたいの。ゲラルト、拭くならお前が。早くして、エスケル。噛みついたりしないから。これは正常か。ええ、ウーマの体が内側から分解してるの。それが完了したら再構築しなければ彼は死ぬわ。ウィッチャーには変異誘発剤、私たちには呪文がある。おい、イエネファ、眠いのか。いいえ、ただ目を休めてたの。それを寝てるって言うんだ。じゃあ起きていられるように何かして。そうね、話でも聞かせて。シリとアイススケートに行った話はしたか。いいえ、記憶にないわ。ここで訓練していた冬のことだ。厳しすぎると文句を言い始めて、最初は無視していた。一緒にスケートに行くよう頼んできたんだ。気は進まなかった。経験もなかった。だが
いつは粘った。氷に乗った途端、あいつは俺の周りを滑り始めた。もっと足を上手に使って一歩ずつ交差して、ああ失敗ね、かかとで止まるの、つま先じゃなくて、とかわめきながらな。言うまでもなく俺は二度と。起きたわ。じゃあ呪いを解きましょう。呪具を用意して。アバラック、知ってるのか？ああ、エルフ。賢者だ。シリはどこ？隠れている。霧の島に。だが、彼女は安全ではない。ワイルドハント。霧の島とはどこだ？どこでもあり、どこでもない。いいか賢者よ、俺たちはなぞなぞのために呪いを解いたんじゃない。プレベイン、アルウィン、シルベン。スケリッチだ。これを追え、霧の中へと急げ。守ろうとした。だが呪いが、ワイルドハントはまだ島を見つけていない。だが彼女がそこを出れば発見されてしまう。すぐに。ここまでよ。彼はまだ死の淵にいる。シリを助けに。待て、何か知ってるんだろ。こいつがアバラックだとどうしてわかる。シリとどう関係してるってんだ。イエネファーが説明してくれる。目を離すな。そいつは味方じゃない。だとしてもシリは信頼していた。せめて彼の言葉を真剣に受け止めるべきだ。聞いただろう、霧の島からシリを連れ出せば即座に奴らが足取りをつかむ。そうしたらどうなる。何が言いたい。シリは永遠に逃げられない。いつかはつまずく。そして二度目はない。反撃に転じる頃合いだ。ゲラルトはシリをここへ連れてくる。そうすればワイルドハントがついてくる。奴らは不意打ちを期待するだろうが、肩透かしを食らうことになる。奴らと戦うつもり？五人で？この廃墟で？他に方法があるか。そうなる運命なのだ。仲間を集めたらどうだ。剣の心得があるものや。魔法の使い手をね。
よし、シリを助け、それから仲間を集めて全員連れてこよう。あとはいくつかある。その中にはいい女もいるんだろうな。ああ、美女だらけさ。君の方は何をするつもりだ。アバラクの世話ね。優しく丁寧に魔法で治療しないと死んでしまう。でもまだ望みはある。小さくても何もないよりはマシよ。わしと男どもは招かれざる客の迎え方を考えよう。よし、そろそろ出発する。頼んだぞ、狼よ。シリラによろしくな。早く戻ってね、ゲラルト。